ことでね、まあまあまあそんな感じです。今日はね、こんばんは、寝倒しました。寝倒しましたと言っても、まあ昼まで寝てたっていうだけなんですけどね。あ、一回は起きたよ、ちゃんと。はい、一回はちゃんと起きて、ご飯食べて、あ、そう、朝ご飯食べて、その後に、あ、二度寝をしました。寝れたんだよね、珍しく。いつもね、一回起きるとね、なんかあんまり寝れないタイプの人だったんですけど、寝れたんですね。そう、で、12時半とかも寝てたんかな。12時半くらいまで寝て、のんびり起きて、12時半だっけな、そんな感じだった。でも眠たいです、まだ全然なので、まあ今日も早めに寝ましょう。でも今さ、眠たいって言ってるけどさ、こういう時に限って意外と寝れなかったりするんですよ。まあ明日はね、仕事なんで、とりあえず寝たいね。今日はだから早めにとりあえず寝る準備を済ませて。こんばんは。今日もそんな長くは配信は多分しないと思います。私はいつも長くは配信しないですとか言って割としっかり配信してるんだよね。ウケる。そう、喋って歌って。こんばんは。1時間半くらいは配信してるよね。ちゃんと長いわ。まあ多分実際本当に超短い時もあると思いますよ。30分で終わりますとか、まああったりはすると思うけど、最近はそうね、あんまり短くはないね。イベントの時の感覚でいるから短くなるけどさ、私イベントの時は結構2時間ちょい、長いと3時間とかやってることがあるから、そうそうそう、イベントの時と比べると短いよっていう話なのかね。しっかり長いよ。こんばんは。そして相変わらず足の指が痛い。足の指今日さ痛いんだよね。めっちゃ痛いんだよね。結構痛いんだよね。ちゃんとどうしたんだ。右足のね、親指の先だけ。そうで、感覚がすごい、押した時の感覚とかさ、すごい変なんだよ。ピリピリしてんの。そう、まだ痛いんです。マミに病院行くって言われたんだけどさ、あの左手が痛くなった時、左手だっけ、そう、痛くなった時にもう整形外科行ってきたからさ、あ、行きたくないなと思って。そう、あんまりなんかそんなしょっちゅう行きたくないなと思って。歩かなくても痛い。何もしてなくてもなんかジンジンする。ジンジン？なんだろう。なんかすごいさ、すぐ、あ、痛い痛い痛いみたいな感じじゃないんだよ。なんだけど、地味に痛いの、なんか。そう、地味に。また腱鞘炎ですか？足の？やだ、本当にマジでもう病院行きたくない。そうだから、まだね、なんかあと1週間経ってみて続くようならば行きます。あ、そう、それか、まあこの痛みがなんかね広がったり、もう痛くて無理ってなったら行くけど、まあしばらくはまだ様子見かな。そう、お盆休み明けてから考えるわ。このままずっとそうだったら、あれだ、湿布貼って寝てみよう今日ね。爪じゃないよ、ほ
ほんと親指の先っぽ、マジで先っぽ。ねえ、湿布貼って寝てみよう。いい考えじゃん、ね、研修の時も湿布貼ってたらある程度良くなった。なんかもういろんなとこが痛くなってもうて、ほんとにやわ。湿布貼ろう、忘れうちに湿布貼るわ。どう湿布貼るもんかな、こんなサイズいらないし。これどうシップするのがいいんだろう、本当に。絆創膏もあった方がいい気がする。シップね、シップの重なる部分ってさ、本当にさ、あのくっつかないんですよ。マミーにも言われたよ、あんたその年して痛風かいねって言われて、えマジやめてよってそうやだよつって言ってた。あ、やべ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 、もうダメじゃない？オッケーオッケー、こっちオッケーでしょ。うわー、これへったくそ、これ貼ってる意味ある？これ貼ってる意味あるかなっていうレベルで全然ちゃんと貼れてないけど、大丈夫そう？あ、これダメだな、ちょっと一回外そう。もうちょっとサイズ小さめにして、どこに切り込み入れるのがもうこれ正解なの。ねえ、なんか指先ってさ、どうシップ貼るのが正解なのかがわからない。付け方によってはだって外れやすくなったりするじゃない。あ、これ正解っぽいぞ。あ、これ正解正解。あ、あ、やばいやばいやばい、これ正解だよ。あ、これが OKOKOK、よき。そう、指先だから、先っぽしか痛くないんだよ本当に。だから親指全体痛いわけじゃないんだよ。そう親指全体痛いとか、そう足の裏が痛いとかではなく、指足の親指の先っぽだけ痛いの。謎だよね本当に。ちょっと絆創膏欲しいな。手じゃないよ、ずっと足って言ってたじゃん。絆創膏が欲しいな。ちょっと待ってて、絆創膏持ってくるわ。絆創膏ないんだよね。
も靴は合ってるよ。だって指先痛くなるってことは靴が小さいってことでしょ。私小さい靴基本的に履かないし、あのどっちかって言ったら大きい靴を履く、大きい靴っていうかぴったりか、まあ、ちょい大きいか。でも大きい靴なんてそうないしな私。そう でその同じ原理で言ったら左足のさ親指も痛くないって変じゃん。そう私人差し指の方がちょっと長いんだよな。そうなんか全然痛いんだよな。なんかほんと痛いんだよな。そう地味に痛い。そうめっちゃ痛いとかではないんだけど気になるレベルには痛い。そうなんか痛いよなってなるくらいにはまあ痛い。そう本当にね。もう今日はね芋たれもしてた。いやもうほんと休みの日に。ひび入ってるんじゃ。ひび入ってるとこんなピリピリすんの。冷房浴びて血行が悪くなった。私冷房つけてないしです。ほとんどしかも仕事にも行くのでそんなことないと思う。まあ、血行が悪いっていうのはちょっとあるかもしれない、うん、関節じゃない指先っぽ。ひび入るとどんな風に痛いの分かんない。骨にひび痛みってうんなんか腫れてるわけでもないしな。うん多分違う。じっとしていても痛いんだよ。そうねもうこの話終わり終わりもうやめたか、ね、まあ痛いけどそうまあこれがね続くようなら病院に行きますっていう。本当に痛風ではないと信じたいこれでさ治んなくてさ痛風ですとか言われたらもう私泣くけど泣き崩れるけど21歳にして痛風です、うん、まあまあまあ治んなかったら病院に行ってきます。それまでね、まあ仕事もあるし、とりあえずいろいろしてみて、どんな感じになるか。プリン体プリン体ちビール、なんかそんな、なるほどのもん食べてないけどな。うん。まあなりやすい人とかもいるだろうからさ、あれなんだろうけど。まあだから大丈夫と信じて。こんばんは。そうあとね肩にもねちょっと湿布を貼って寝ます。そう肩もね一回捻挫してからね結構痛いんです。そうちょいちょい痛くなるんだ右肩がね。まあ治ったりなったりなんでこれは湿布をしておけばすぐ治るでしょう。あ癖になってんのがねそういうのって
そう、まあ捻挫ってても結構前なんですけど、なってたん AKB の頃だよ。そう、にゃ、何なんとかキャンペーンやってんの、なんかやってんだね今。何それは、何ですか。66位らしいけど30分になったらまたカラオケして少し歌って終わろうかな。ねえ、だから今日はね、寝て食っちゃねえの日だったので、ほとんど話すことはありません。何もない。あ、でもね、今日ねセブンのね、なんかね、なんだっけな、なんか食べたスイーツなんだけど、あれなんだろう、めっちゃ美味しかったよ。中にクリーム入ってて、抹茶の水まんじゅうみたいな感じ。そう、セブンのね、抹茶の水まんじゅうみたいな感じなんだけど、あ、水まんじゅうで合ってたわ。宇治抹茶あんとクリームをプルプル食感の生地で包んだ苦味と甘さのバランスがいい水まんじゅうですって書いてある宇治抹茶あんとクリーム水まんじゅうだって。思わ食べてないもう食べろよって先ももう食べろよって、ね、本当に。いや、食べなきゃなと思いつつ、水曜日にでもね食べようかな、私水曜日休みなんでね。そう、なんか昨日急に甘いもの食べたいなと思って、そう、帰りにコンビニに寄って買ってきた。うん、いちごのクリーム水まんじゅうとかもあるの。なにそれ、美味しそう。いいね、スイーツっていいね。オクラあげましたよ、ちゃんと朝一で。そう、起きて朝一でやりました。そのオクラで、そう、朝ごはんを食べました。オクラとトロロと納豆とツナも適当に入れてそう、ごはん食べました。そう、まあできなかったらできなかったんだけどね。そう、そう、私やらなきゃなと言いつつ、まあ結局私の気分次第ですのでそう、ご飯にもね、ご飯もそう、食べるものもそう、ほんと気分次第。もうなんだろうね、なんだろう
ん何食べないんだろう、すごい食べたくて買ったんだけどな、おかしいな。そう、気分によって食べたいものが違うので結構めんどくさいです。私はほらせっかくならさ、やっぱり好きなものさ食べてなんかお腹を満たしたいじゃないっていう、そう、その日なんか満足したいじゃん食べて。そうだから、オクラはいいね。でもなんか野菜も取れるし、そう、私好きなんだ、オクラのなんかさ、オクラに鰹節とお醤油かけて食べるのが好きなんだ。そう、ご飯にも合う。これはピアス以外よく光ってる。そう、ディーゼルじゃね、つけてない、ディーゼルです。こんばんは。うん、こんばんは。明日はメイクどうしようかな。ご飯似合うのね。私は好きだよ。好みの問題だから分かんないけど、そう、私は好き。そう、それをご飯にのっけて食べたりもしてた。明日のメイクはピンクかオレンジどうしようかな。明日はね、もう洋服決まってるんだ。明日はちょっと可愛い系、そう、オールインワン起きる。そう、もう夏っていう服をね、ザ夏っていう服を着ようと思って、服が先でした。そう、服がちょっと可愛い系なのでどうしようかなと思って、まあ別オレンジでもピンクでも合うし、うん、髪の毛もね結構オレンジに落ち着いてきたので、そう、もう茶色って感じになって、そう、また染めに行きたい、すぐ。本当は多分染めに行くのは2ヶ月後でしょうが、そう、ピンクかオレンジどっちでもいける。でもキャップをかぶるので、そう、キャップはどっちかって言ったらちょっとスポーティーになるっていうね。全身写真はごめん無理ですごめんね、うん、撮ってくれる人がいないから撮れないんだ。あの自撮りくらいなら撮れます。うん、なんか本当はね仕事の日でもたまに全身写真撮れたらいいんだけど、まあなんせね撮れる人がいないので、うん、仕事場の人に頼むわけにもいかずあ、まあ自撮りでよかったらたまに撮ってあげますね。755か、まあインスタはそんなあげないけど私、うん、なんか結果が見ないよっていうか、なんか多分あ撮ったらバレる場所がそう、場所がバレる、普通に分かっちゃう、見る人が見たら。うちもね、あの姿見あるんですけど、私の部屋全部映っちゃう、私の部屋じゃない、もう部屋がねちょっと映っちゃうので、そう、だからまあ難しいんです。なんかあんまり公共の場でな、そう、なんかあんまりなんか公に写真を撮ることはそうできなくて、そう、いろいろ映っちゃうんだ。なんかいつもね結構ぼかしたりして使ってますけど、私あとはまあ家ん中、うん、まあなので、まああんまりだから仕事の服はすいません、全身写真は期待しないでください。
難しいよね。だから写真っていろんなの写っちゃう。今なんか特にさ SNS とかってさ、ほらなんか特定班とかって結構いるじゃないすごいよねあれ見てると、そこでみたいなあるじゃん。なんかわからない、私そんな詳しくないけどさ、あえそこ見てんのみたいなのがあるじゃない結構。そうだから本当あんまりぼかすのもさあんまり良くはないっていうけど、まあ、私はねまあそこまでじゃないので。そういや、あすげすごいの、おおなるかね今 SNS の発達だねだこれが。うーんだから結構さほらあの話して聞くのはさ、ストーカーがまあストーカーがいるみたいななった時に、じゃあその人は何を見てるのってなった時に、その自分の SNS を見てて、まあ、例えば電柱を見てたりだとか、そうまあもちろんそう風景後ろの風景だとか、そうなんかそういうの見てるんだってね。だからなんか怖いよね。そうだから写真って難しいなって思う。そう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 、目に映ったね反射、そう本当に。だから私はねなんか別そこまでじゃないから、別特定班がいるわけでもなくて、うんまあ皆さんのことをね信頼してますので、うん全然あげますけど、なんでねまあ自撮りとか全然あげます。で私が大丈夫だなと思った写真はあげますよ。あとはまあ私がね私の顔の問題よね私のちょっとスタイルが悪く見えるとか、ちょっと顔でかくな二重顎ん？ってなると載せません。え私この顔嫌いってなったら載せません。私は自撮りが一番いいんよ自撮りが安心たどり嫌いなんだ。だから私可愛くないもんそうみんなはね可愛いって言ってくれるけど、私からしたらあんまり好きじゃないんだたどりがね。私があげる写真は自撮りなどが多いでしょう。だからさほらインスタあげたじゃん、さてイヤホンインスタあ げたじゃない、あの珍しくたどりをあげたじゃん最近、一番最近のやつ、あれマミーが撮ったんだけどさ、もうね大変だったんよ。そうそうあんまりだこのかあの珍しくたどりのこの写真あげてるけど、これマジでほんとあの脳加工なんですよいつもねやっぱり多少加工っていうかアプリを使って写真を撮ることの方が多いので、多少加工は多分入ってるんですよ。そうまあ初期の加工かな、あの元もついてるそれ以上はいじんないけどっていう感じの加工はついてて、そう珍しくまじガチのノーマルカメラっていうそうあんまり本当は好きじゃないけど、なんかあげる写真ないかなと思った時に一番これがいいかなと思ったっていう、うん、だから私あのノーマルカメラとかで写真撮るときは本当に顔隠してる写真多いじゃない。マミー加工するわけじゃないよ、違う違う、あの私が普通にアプリでこれ撮ってねっていう画面を渡して、そう普通にあとはシャッターを押してもらうだけっていう、うんどうしてもやっぱりアプリを使っちゃうよね。やっぱアプリ使うとさ、アプリって分かったりするじゃん結構、うん、この自撮りもそうだけど一番最近のアプリだなっていうのが分かるから結構、うん、あんまりなんだけど、まあでも加工がないといけない。うん、このチューリップのやつ多分ノーマルカメラ。うん、あとはねそのなんか写真撮ってから
アプリの機能の方で、アプリじゃないわ、間違えた、あのもあのその元々のカメラの、元々入ってるカメラのその色の調整とかで多少ね色変えたりはするけど、基本的にはね、うん、ノーマルカメラの時はまあ顔をいじることはないですね、っていう、まあね、そんな感じで、まあたまに、ほんとたまにだろうけど、インスタも上げますのでよかったら見てください。珍しく上げたよね、ほんと、いつぶり上げたの。1ヶ月ぶり ?2 ヶ月ぶりくらい、2ヶ月経たないぶりくらいか。こんばんは。そう、私はだから あんまり自分の顔音が好きではないのでそう、そしたらね、カラオケ行きますね。並べた思い出は僕を温める。小さな部屋つなぐ心、そっと教えてくれた。この季節が迎えに来たら君の姿。事もできなくなっちゃうんだね、ずっと忘れずにいるよ、また君に会える日まで。桜より誰かを大切にしてた。そんな君の背中を見て僕らは歩いてきた。この季節が迎えに来たら君も思い出し形にして。
すこともできなくなっちゃうんだね、ずっとこのまま。この季節が迎えに来たら、君の姿もう探すこともできなくなっちゃうんだね。だけど僕らは笑うよ、また君に会いたいから。エメさん、歩道橋階段雨音、手を振るよ最後の背中に、青に変わるライトで時が動く、傘の波飲み込んだ舞で Say a little prayer for you in me、 もう永遠を誓えない愛を見送ろう、誰かのために生きてゆけない自分を許す、私を守りたかった No more cry and drag you as more、 二度と振り向かない、引き止める声もない恋、泣かないでこれで終わりじゃない、ただ時が過ぎて消えただけ、ここじゃない、その声がまだ残ってる。
また真実を隠す孤独の果て微かに浮かぶぬくもりはミラージュこの星は神が作ったいびつなジオラマ人は皆幸せというギフトを探すの巻き起こせよ 1,2,3 乗るかソールかん Black or White この瞬間予想外の伝説が生まれる狙い定めて 1,2,3 ためらわずに晩退屈な日常を打ち抜けの行方もない真夜中のタロット逆位置の天使が笑う配色のイマージュ目を閉じて空に祈るのピンチはチャンスとまっすぐな鋼の石をこの手に宿して立ち上がれよ 1,2,3 覚悟を決めて立ち上がれ今分かった生きる意味を優しさとは勇気もう迷わない 1,2,3 振り向かずにばありがちな未来を打ち抜け
席。巻き起こせよ1,2,3。乗るかソールかブラックアンドホワイト。この瞬間予想外の伝説が生まれる。狙い定めて1,2,3。ためらわずにバン。退屈な日常を壊して立ち上がれよ1,2,3。覚悟を決めて touch and go。 今わかった、生きる意味を。優しさとは勇気。もう迷わない 1,2,3。 振り向かずにバン。きらめいた明日を、新しい世界を感じて、信じて、打ち抜け。これも好き。見てるんだ。
上げた先は桃色の空。でしょ、そう思って聞いてください。誰もいない線路沿いをなぞってく、大きさに泣いて笑ってほしくて、鮮明でいたい思い出を抱きしめてる。さよならよりずっと大切な言葉で伝えたいんだ。アリフでも特別で、ほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして溢れてく。だからもう一度生まれ変わろうとも、まだ私はここを選ぶんだろう。だからあなたとまた巡り合ったら、もう離さない今を選ぶんだろう。約束なんてなくても、孤独に迷う日でも、その涙だって大丈夫、きっと夜が明けるよ。髪を風がからかってる、全部意味があるよ。立ち止まった日々も、今さら分かってあなたに追いついたよ。ほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして溢れてく。だからもう一度生まれ変わろうとも、まだ私はここを選ぶんだろう。だからあなたとまた巡り合ったら、もう離さない今を選ぶんだろう。どこにいても笑って見せて、目を閉じればいつも、oh、 歩き出した私を見てて、せめて会いたいよなんて言わないから、ねえ今日だけは思い出していいかな。だからあなたとまた巡り合ったら、もう迷わない今を選ぶんだろう。約束なんてなくても、孤独に迷う日でも、こんなに胸が痛いのはあなただけかな。絶対なんてなくても、いつでも届いてるから、その涙だって大丈夫、きっと夜が明けるよ。フリーレンですね、これは。フリーレンも見なきゃ見てない歌が、見てないあのアニメが多すぎる見なきゃ。
きっとね、またために食べ込んで一気見するんですよ私は。いつも回っているんだよ。心に涙が降る日も見守っていてくれるの。たった一度の人生を君の色に染めてゆこう。くよくよなんてらしくないよ。ほら笑ってよ。今日もくるくる世界は回る。ずっとずっと一緒にいようね。もっともっと笑顔に会える楽しいこと集めよう。今日もくるくる私も回る。ダンスダンスもっとレボリューション。愛と恋と友情だけで鮮やかな未来描いてゆこう。私を大人に変える試練みたいなものだね。選んだ道は険しくてつまずく時もあるよ。本当に大切なものは目には映らないけれど、いつでもすぐそばにあるの。そう信じて今日もくるくる世界は回る。ずっとずっと大事にしようね。もっともっと夢中になれる。ときめくこと大好き。君とくるくる二人は回る。昨日の涙にバイバイ。どんな時も手と手をつないで眩しいほどスマイル咲かせてゆこう。なんてらしくないよ。ほら笑ってよ。今日もくるくる世界は回る。ずっとずっと一緒にいようね。もっともっと笑顔に会える楽しいこと集めよう。今日もくるくる私も回る。ダンスダンスもっとレボリューション。愛と恋と友情だけで鮮やかな未来描いてゆこう。
これ歌ってみようかな。ちょあるかな。久しぶりに歌う。コナン君の歌なんだけどね。し、あのブレイカーズさんの曲はね、月夜のいたずら魔法が多かったので歌うことが今まで。これも好きなんですけど、超久しぶりに歌うから、ちょい違うかも。照らしてくれた光、今度は僕が照らすから、終わりなき愛を君に捧ごう。情けなくて頼りないけれど、瞳だけはいつも明日を見つめてた。わずかな希望の光さえ見えなくてさまよう日々も無駄じゃない。何も間違いじゃない。かけがえのない奇跡を今僕はこうしてる。夢じゃないよ。まばゆい光の刺す場所に僕はいる。こんなんだ、こんな感じだったっけ。どんなにくじけそうな時、君がそばにいてくれたね。出ないな、弾くとか。オープン、君の一言で僕は何度でもまた歩き出せた。君が照らしてくれた光、今度は僕が照らすから、この声とこの瞳できっと優しいぬくもりを感じた。灯火に二度と絶やさないようにいつだって永遠の誓い全て君に捧ぐから。問題こっからだよ。特に問題満ちてはかける月のように、また暗闇に落とされても、何度だって立ち向かえばいいさ。どんな時も忘れないで、また日は昇るから。君のことを思っているから、君を愛してるから、ずっと君が照らしてくれた光、今度は僕が照らすから、この声とこの瞳でもっとかけがえのない奇跡を今僕ら共に歩いてる。夢に見た光の差し、差しだって途中君の夢僕の夢重ね、未来へ永遠の愛を語り継いで、僕と君の物語は続く。終わりなきステージへ。さあ終だね。
自分でびっくりした。最終になったね。いやね、本当に口が回んなくなっちゃって。フェアリーウェイ、濃い光全部集めて、君の明日照らすよ。合ってない、タイミング合ってない。 Oh yeah、 聞こえてんのか、この声は。枯れたって叫ぶから、 Oh yeah、 聞こえるまで君の心が、 Oh yeah、 Oh yeah。 月とダイヤのハイタッチ、忘れ物はないですか。おかしいな、君がいないと欲しいものさえ見つからない。 Snow in 素直に笑顔になれたのは二人寄り添い重ね合った時間があるから。 Fairy way 濃い光全部集めて、君の明日照らすよ。オレンジさえ白く変わってき、ダダダダダダー、口やんだだ、ババババババ、もう気に変わる。不思議だな、君が笑うと僕は少しだけ強くなれるんだ。スノーイン、こんなに一人震えてる君のそばに寄り添い、住み込むこともでき、いやあ、ダメだこれ。ストップします。なんで歌えなかった。Thank you.
優しい風芽吹くつぼみ待ち染めてく花たち美しさは時とともに夢のようになくなってしまうあなたのぬくもりそれと同じで消えてしまうかな
決まったよね、ごめん。あの 20% 表示とかではなく、ただ単にあの私がなんかなんていうの、上の中出しちゃったっていうだけです。回ってさ今重なり合った未来、We are 最後のサバイバー。ちょっとしたら終わる。どうにかなりそうだよ、理想した理想しそう、どうにかしてくれよ、嘘した野望希望、機械のような奴らに支配される前に居場所を探せよ。回り回ってさ今重なり合った未来、手を取り合って僕ら血を吐い立ち向かうよ。回り回ってさ今空に放った願い、 We are 最後のサバイバー。愛した美食症、色とりどり、ビヨルデミノリデポリカットマット、会社の内部に左左、あ研ぎ澄まされた感覚持って吐き捨てろ、その怒りをでさ今ゼロに戻った未来、悲しむなって今日は昨日より悪くないよ。回り回ってさ今霧がかかった祈り、 We are 最後のサバイバー。走れ走れ走れ、疲れ果てる暇もないほど魂鳴らせ、生きて生きて生きて、友を守るその手は人類史上最強の武器だろう。回り回ってさ今重なり合った未来、手を取り合って僕ら自分はい立ち向かうよ。回り回ってさ今空に放った願い、負けて止まるか、やがて叶った夢を守り続けるから、 We are 最後のサバイバー、 We are 最後のサバイバー。したらあと2曲にしようかな。
これさ、この前久しぶりに MV 見たんだけどさ、可愛いよね。そう、なんかこすって男の人がテレビの中に、はい、説明が下手すぎる。ですが、ねえ、言いかけた SOS は待ちだ。ほら、まさに高校で素直じゃなきゃ。何か願うなら君と恋に落ちた地によ。綺麗事ってよりも自己中の方がマシね。まずは言わなきゃわかんないでしょ。言葉は意外にも魔力を秘めてるの。正直な君の夢はそうよ、この星は思い通り、二人なら望み通り、未来さえもお見通し、叶えてあげる。I'm genie for your dream. もっとなれば I'm genie for your world. 覚悟できた。退屈なんでしょう、同じ日々は。前に進むならむしろ派手な。強気なゴーサイン、君はスーパースター、シャイニースター、スーパースター。つじつま合わすように運命に飛び乗って、気の向く方へドライブでしょ。世界は意外にも単純にできてるの。内緒だよ、 I'm just your biggest fan。 そうよ、この星は思い通り、二人なら望み通り、未来さえもお見通し、叶えてあげる。I'm genie for your wish。 好きになるわ。 I'm genie for your dream。 もっとなれば。 I'm genie for your world。 これさ、一人で歌う曲じゃないからさ、気が続かない。DJ。 まるで地球儀を回すように奇跡さえ手順通り、ロマンティックが欲しいなら叶えてあげる。胸を焦がすミュージック、周りはオートマティック、ただ一人君はマジック、叶えて欲しい。 I'm singing for you boy。 君もくれば、好きになれば。 I'm genie for your wish。 癖になるわ、癖になるわ。これすごい足が綺麗なダンスです。そう、めっちゃ足細いし綺麗なんだよね。足長いの、みんな足長いの、本当に超綺麗。ピンヒールで踊ってんだけど、そしたらまあ次が最後の曲です。
100% 表示が来たやつです。下り坂踏切まで私は夢中で走ったこの恋を遮るように電車は過ぎ去った遠い日の記憶海の輝き季節は巡る飛行機雲に目を細めて小さく揺れたひまわりさよならもう言えないままほんの数ミリの隙間でそっとくすぐる痛み真夏に これで配信は今日は終わりたいと思います。そうラストです。終わりました。本日は営業終了です。別に営業してたわけじゃないけど、はい、本日はね終わりでございます。こちらでねランキングいきたいと思います。
13位猫3匹とジョン3人ダブル流星さん。11位天中さん、10位七田さん、9位正宗さん、8位三郎さん、7位さくらのお友達さん、6位かぼちゃん、5位さくる腐るきちさん、4位ところてんさん、3位かいさん、2位健一さん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうたさん、健一さん、七田さん、解散、ともちゃんさん、まさむねさん、です。ありがとうございます。バレてない方ね、挙手制でお願いいたします。はい、ということで皆様本日も一日ありがとうございました。そうですね、ありがとうございました。そして一日お疲れ様でした。はい、まあ今日はね、早く、いつもより早く配信がちょっと終わったので、皆さんもね、早めに寝てゆっくり疲れとってくださいね。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様、今日も一日ね、ね、体調気をつけて、いっぱい食べてゆっくり休んでください。それではおやすみなさい。眠れるかね、わからんだから寝すぎて寝れないかもしれない。眠たい気はしてるんだけどね、いざ寝ようと思って寝れないかも。おやすみ、ありがとうね、待ってね。